音響学とは音の発生、音の電波、聴覚器官による音響感覚、音楽、騒音等々、音に関するあらゆる現象を扱う学問であり、その領域は物理学、工学、心理学、生理学など多くの分野にわたる。音響学は扱う範囲が広いため、分野により以下のような分類をする。音は、 人間の生理的感覚に直結した物理現象であるため、医学的、人体構造学的に研究が行われた。その範囲を音響整理という。この分野は音に関して、医学的、生理学的分野が含まれる。詳細については聴覚を参照。音は人間の心理的感覚に直結した物理現象であるため、心理学的、 統計学的に研究が行われた。その範囲を音響心理学という。この分野は音に関して心理学的分野が含まれる。音を研究する際、測定基準や測定環境などの標準化を目的として研究された分野で音響学との大きな相違はないが音響整理はこの分野に含まれず、音響心理についても測定に主観的、 心理的要素が含まれないよう研究された。そういった意味では音響学と違う意味合いを持っている。建築音響工学もこれに含まれる。また、初期の機械的な録音再生技術もこの分野の一端である。音響工学の中でも特に電気に関連した分野を扱い、研究された分野を電気音響工学という。変換理論、録音再生機器などはこの分野に含まれる。 起源をたどれば、音響学は古くは、音律の作り方に起源を持っている。近代科学的な理論や測定としては、ガリレオ・ガリレイやメルセンヌラが短所をつけた人物として挙げられるのが一般的である。ピタゴラスは、振動する弦の長さと音の関係を調べ、音が共和するときには、弦の長さが整数倍になることを発見した。これをピタゴラス音階という。 ありがとうございます。